後ろを見るとすごい何かいっぱいラジニカントの写真ありますね。エラタレイバル、タレイバル。ミックスパニオンペースラ。すいません、私はちょっとタミル語はそんなに話せませんので、日本語で話をしたいと思います。私はもともとこの大阪にいるんですけども、小さい時とか、そうですね、30歳ぐらいになるまではインド映画を。僕はサブタイトルとかもアルナチャロンもそうなんですけど、僕はタミル語でやってて、で、サブタイトルは、日本語になってたんですか、最初から。そうですね、ほとんどの日本人はやはりタミル語は分かりませんので、サブタイトルをつけて上映しています。最初のラジニさんとお会いしたのは、バーバーティライトの時でした。2000年ですね。私は初めて海外に行ったのは、実はチェンナイが初めてです。そのバーバーの映画を、いろいろな、もうその時にはイベントをスタートしていたんですけども、最初に言いました通り、ビシル、ロケットの上映とかはですね、人の話では聞いていたんですけど、自分で見たことは。今、一番、ラジニカントの映画の中で一番多く見たとか、何回も見た映画っていうのは。ああ、やはりバーシャですね。あ、バーシャですね。バーシャ、オルダルベソンナ、ヌルダルベソンマドリーですけども、私はバーシャはヌルダダバイ言いました。お、ヌルダダバイ。そうですね、最初はその映画を上映したいという気持ちだけでこのスタートしたラジニファンクラブジャパンなんですけども、すごくだんだん大きくなってきて、そして映画もこう定期的に上映ができるようになってきたので、